え、水。あ、星でも見ない？おう、本当に星見んだ。俺は嫌っていう人いないんだ。みんなロマンチストだな。綺麗な夜空だね。あ、流れ星。でかっ。え、何が欲しい？え、魔物が欲しい。叶うといいな、願い事。叶わないでよ、そんなね。え？え？宝箱？流れ星からプレゼント。はははは、怪物。え？それは予想外。怪物ってなんかもっとなんか、あ、一人怯えてんぞ。いや、でもいけるいけるいける、さすがに。はい、ゴー。よいしょ。足がすくんでる。なんだこういうことあんだ。怪物何願うって言ってさ、そら願いたくなるでしょ怪物も。あれ実況者的にさ、なんかさ怪物願いたくなったもん。あ、それだけ、なんかそれだけなんだ。なんかもう一つことあってもよかったのに。せっかくいい感じなんで、ちょっとジンバ一体やってみようかなって。小悪魔のジンバ一体って何があるんだろう。知っといて損はないですからね。やってみましょう。ジンバ一体どれを狙う。全体攻撃なんだ一応。いきます。ひひー、いくぞー。痛くないよ。ゴー。ジンバ、小悪魔でジンバ一体。あ、馬の尻り。ちょっと待って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 、ダークグリフォン、ダークペガサス、それすいよ。あー、いったいった。最後には自分が痛い目にあったわ。ん、たゆまぬ努力が成果につながるトレーニングだ。おお、反復横跳び。なんやなんやなんや、何をしてるんや君たちは。あ、ここに顔あんの。あー、にゃーにゃースの顔だわ。あら、やだ。名画、にゃーす。確かに名画だわ。確かにかなりの名画に見えるわ。作り手のさ、いかにうまいかがわかるな、この名画。ちょっと待って、回復しよう、ふりかけ。いっぱいあるの、ほら見て、ふりかけ結構あるから。いやいや、ありすぎなんだよな。これ絶対負けないでしょっていうレベルまであるからね。回復いらんからね。いきます。あ、ラッキー。鼻息で、雑魚的吹っ飛ばせるのでかいな。いざ、やっちゃい。それ火炎の息強い。あとは銘柄だけよ。さあ、行ってみよう。甘いささやきしたいな、さっきできなかった。ボスへのダメージ増やした方が、絶対いい。ヌッピーも普通に殴っていく。1。あ、弱い。なに？痛い。結構これは痛いな。普通の回転は痛くない。あ、甘いささやきしますか。これで防御下げたらいいからね。はーい、甘いささやき。顔がやばい。何しとんの？名画に見とれている方法、これはなかなかじゃないんだよ。そういうのあんのか。見とれるとそういうことあんのか。から焼き。へー、通常攻撃だとそういうことになるのか。あー、いいね。頑固！防御発動！オートガード。ここで。いい、いい、いい、オートガード。1。あ、自分全然食らわねえな。あ、いいね。もう多分、あれで決めちゃおうか。MP 回復使って、最後はちょっと見せ技でいきますか。見せ技でいきます。ジンバ一体。いきます。痛くないよ。いくぜー。せーの、おい。いくぜ、ダークペガサス登場。うわー、228。228。もう最強の攻撃手段だな、こりゃ。壊れ技やな。ん？今なんか聞こえた。今ずーって。低いうなり声が。怪物かな。まあ、ボスがあんのはめちゃ、それお腹の音です。ぐーわ。
でも多分ね、ここボスマップだとは思うんすよ。確か。顔がここにあったはずだから、ここに、あー、いや、ボスだったような気がするんだけどな、おかしいな。あ、4人来た。あー、そうだわ。ボスだ。おおなんだよ、もう。ボスだー。炭治郎コブラ。いや、しかも再現度が高いから、生地再現度高いからかっこいいんだけど、無駄に。どっかのアーボックなんかよっぽどかっこいいじゃねえかよ。とりあえずお前佐々木から入ろう。さあ、とりあえず敵にデバフかけて、すごいな、顔が。まあ、だいぶ、でもこれで、火力出しやすくなった。さあ、避けれるか？いた！ 2！ 12！ 死を結構食らう。大丈夫？すごいところで友情が芽生えてるな。よし、大丈夫。ここから火力普通に稼いでいこう。発火薬。フライパンに発火さ、うお、強っ !52。納得できない！来たー、韓国行動！もう一度来たわね。よいしょ、もう一度敵を倒せなかった時に2回行動するやつやんけ。そう。お尻をつつく。火力が一番高いのは塩。というわけで、塩ちゃんの、お尻つついちゃうよ。おれー。さあ、しおちゃん行ってこーい。43。よし。あー、強い。火力めっちゃ出る。そろそろもうね、多分ここまで鍛えたらね、もう倒せるレベルじゃない？速攻撃破。はい、速攻2ターンで撃破。邪魔者は消したよ。あー。よし。顔として完成されきってんだけど。顔としてそのものが完成されきってんだけど。戻っちゃった戻っちゃった。ちょっと残念そうじゃないかよ。戻った後、聞いてんの？あなたのおかげですよ、ね。うるさいなぁ。助けてください。またねずこに悩まされるのか。あとはもう3人。またねずこに悩まされるのか。あ、いいってことは結構あるなぁ。あ、別に戻れたよ。いや、ピラミッド来たらもうすでになんか目の前になんかいるんだけど。え、もういるじゃん、目の前になんか。優しいゴーレム。優しい顔してるわ。優しいもん。目が優しいもん。優しいゴーレムやれてもな。でもドラゴンクエストの世界とかのゴーレムは結構普通に優しいっちゃ優しいんだけどな。かっこ撃破しましょうか。ということで、甘いささやき。ああ優しいゴーレムなのになんかいやらしい目になっちまったよ。でもこれでだいぶいくでしょう。どんぐらい ?63 出んのか。あー、爪とぎから入っちゃったか。まあでも、これで範囲攻撃もできる。いいね。おー、100ダメ、もういけんのか。100で剣内入ってる。優しいゴーレム。いや、強っ。優しくない。攻撃全然優しくないよ。待ってね。いたずらフォークで、あ、蹴れない。いたずらフォークで蹴んねー。せーのー。はい。よし。ここはピラミッド。ピラミッド来たね。大門トランプがここに？うん、多分。それ、街自体が、まあ、ここに3体いますからね。中ボスとして3体いるって相当だな。こうしてみると。まあ、旅の疲れで険悪なムード。気をつけてよ。馬！なんだ？馬だ。ああ、頬ずり。ああ、頬ずり。はやぶさ丸。ごめんね。馬はこういうとこでもなんか、ね、役に立つんだね。へえ。無駄な喧嘩しなくて済んだよ。なんだ？ああ、なんだシャララーン。シャララーンじゃなーい。モーナーリーザー、それ。うおー目が。どっちだ、どっちだ、どっちが顔だ、どっちが顔で、どっちが眉毛だ、これ。いや、どうしようかな。またなんか目がに見とれて攻撃できないやつじゃないの、もう。とりあえず、かっこ撃破を。なんか、うまいことヒゲみたいになってんだけど、あれ。あれ、ヒゲにしか見えないんだけど。よし。まあ、そんなに強くないのがありがたいな。
よし、雑魚処理して、ちょっと問題はあのメーカーでさっきみたいに見とれんのがまずい。いや、そうそうそう、それでかい。あんなのそれでかい。一体になれば、だいぶ楽でしょ。あー、耐えんの？ヨッピーがヒエルゴリフを処理する。のが、リコ、ああ、いや、結構強いな。塩の防御が低いんだな。てか、単純に。よし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 。いいよ、あと一体。残った。準備完了。慎重な性格で。あ、強い！めっちゃ強い！出た。めっちゃ出たな。でも今、機嫌いいんでしょ？それだったら火力出した方がいい。マイペース！お！これ、だいぶ出るぞ。せーの、えい！せーの、ドン！ 123 桁いったか。まさかのこれ3桁いくレベルになってきたか、いよいよ。でかいねー。おー、なに？炎吐くの？やばいやばいやばい、危ない。HP バナナ食べよう。いや、待て！ちょっと待って。発射しようぞ！焼きバナナ。来ました、強化。これでかいな。焼きバナナですれば回復量上がるからね。素直にありがたい、これは。よし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 。いいねー。塩とヨッピーの相性がいいな。いやいや、パッパッパッパ、フーじゃなくてさ。相性いいな、君たち。新たなカップリングだな。お互い多分、リアルだとお互い顔を合わせたことないのに。あ、ヨッピーこれ行くやつじゃないの？非常攻撃。あー、まだか。いや、でももうそろそろ、終わるね。終わったわ。これ、行ったわ。マイペース。おや。はい、もう一回出すよ。せーの。いたぞフォーク！いいねー。どこが目で、どこが眉毛なの、これ。この人のミーの本質が見れてんだけど。なに？真っ暗になった。真っ暗に何も見えない。みんなどこ行ったの？左を探す。右を探す。右から行こう。なんだ？いた！ああ、あんだ？ああ、なんだ？いたいたいた。ごめん。ああ、ちょっと待って、怒らないで、怒らないでって、別に怒らないで、も全然、恋じゃないじゃん。なんで電気消えたの？お、来た。誰かなー。おお、アイスクライマー。わあ、なんだなんだ。アイスクライマーが。まさに二人でボスになるあたりもアイスクライマーらしいというか。縦のポポ。剣の七。なんか逆だと思うんだけど。いや、逆だな。あ、なんかでもなんか完成しきってるな。いかになんかこのクリエーションした人がさ、うまく作ってあるかがわかるな。なるほどね。そういう感じになる。甘いささやき。縦の防御をまず崩す。甘いささやきして、防御崩して。顔が面白いな、毎回毎回。うん？ダメだよ。縦は絶対守る。縦が絶対守るって分かってるから、身代わりなの分かってるからね、そりゃ。だから、まあ、まずはね。ああ、いや、意外と身代わりにならない時もあるのか。剣から狙うこともあるのか。まあ、縦が基本的に食らうでしょ。でも、縦の防御は下げといたからね。痛い！強い！縦強いな。え？え、何それ？ちょっと待って！連携攻撃！嫌な連携攻撃あるね。連携攻撃使えんだ、あいつ。こっちが連携攻撃することもあるけど、向こうもちゃんと連携することあるんだ。あの、下げとくわ。縦、いや、結構硬いぞ。結構硬いしなんで。じゃあ、いたずらフォークで縦から崩すか。一人で崩せば終わりよ。ただ。一人崩してしまえばもう勝ちだからね。あー、そうなっちゃうんだ。すぐ舐めるね、お前。MP。振りかけた方が早いかも。いやー、これ毎回来んのか？安全地帯用意して。下げろ！しおちゃん下げた方がいい。これはやばい。これいくらなんでもやばい。一回下げて、食らわないようにして。発火薬いいねー。いいねー。まあ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 、うち自分5しか食らわへんねんけど。自分は5しか食らわへんのか。んじゃあ、縦があと半分ぐらい。まあ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 、いいねー。いい。
盾を崩してしまえばおしまいだよ。剣だけ、まあ、剣、おお、99！ だいぶ出る、おっしゃー！オッケー！邪魔者消したー！あとはもう剣だけだから大丈夫。いける。安全地帯。しおちゃん出そうか。大丈夫、大丈夫。うん、出した瞬間やられたわ。まあでももう、ただ甘えささやきしちゃおう。お前もちょっと誘惑させてあげる。いいねー。剣だけでガード甘くなったから。これで、ね、いいねー。あとはもう普通に攻めて終わりよ。さすがに怖くない。こうしてみると強いな、自分で使うと。でもこういう連携ボスの方が強かったな。毎度って。わーい。いや、普通にちょっと強かった方だな。おー、二人まとめてですか。多分編集でも僕三人まとめてやってると思いますけど。へえ。いや、再現度高いな、この人たち。なんか目が飛び出てんだよ。目が飛び出て、シャララーンじゃなくて目飛び出てんだよ、多分これ。このミーの作り方は。さあ、中ボスを4体倒したんで、ここ、いけると思います。行き止まりかーって言ってるけど、もう4つあるからね。今までの4人をね、助けてきたんで。これで、先進めますね。これ大ボスだな！いよいよ来るか？この4人での大ボス。よし！